ごめんね。イベントそう出ます、そう初日見に来ますか、当選した、やった、頑張りますね。31日なんです、5月、初日決まりました。31日が初日で頑張ります。初日楽しみ、ありがとう、ようやく決まったんです、当選した、やった、もうなのでピースして、はい。そう初日が、そうだ初日も決まって、そうやゆちゃんと公演一緒です、頑張って、ありがとう。あのね、そういえばテストも終わったんですよ、私は今週の金曜日、昨日終わってテストが、最高です。で初日も決まって最高です。今日は賢そうに見えますか、マスクしてるから。おめでとう、ありがとう。うん、ちょっとね今日充電がないから長くできないかもしれないです、ごめんね、ちょっと待ってね、リアルタイムにしてなかった、ごめん、なんか投げてくれ、ちょっと待ってね、どうやって見るんだっけ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、違う、お疲れありがとうございます、クラゲさん賢そう、ほんとお誕生日おめでとう、ありがとう。何何、結果は聞かない方がいいですか、結果まだ出てないんですよ、まだ出てないけど何個かは自信ある、何個かは自信あります。タンプレなんかもらいました、あの匂いのやつ、おいしいんじゃない、いい匂いのやつ。なんでマスク、なんでマスク、理由はあの練習してて顔がもうあのメイクとか全部取れちゃった、多分だから。ウータンさんこんばんは、ハトじゃないですか、初日当たりました、スキップでお祝いしますね、やったー、探しますね、絶対見つけますんで、スピンも、はいスピンです、今日練習だけだったから。昼型、初めての昼型だったんですよ、楽しい、めっちゃ楽しかったです、なんかもう素でめっちゃ笑ってました。お誕生日おめでとう、ありがとう、めっちゃ頑張ったね、ありがとうございます、すっぴんでも可愛いから大丈夫です、いやそんなことないです、初見やない、初見やないですか、え、プレゼント再開したらお手紙出してもいいかな、え、嬉しすぎます、あの私人からもらうお手紙本当に好きなんですよ、ひらがた NMB 面白かったよ、え、本当ですか、嬉しいな、誕生日ありがとう。ね、あのね前のショールーム配信で私の誕生日の語呂合わせをなんかあるって言われて、で私がの誕生日5月24なんで小西なんですよって言ったんですね、でそれでそれ覚えてる人いるみたいな感じの内容になったんですけど、あのそのね語呂合わせを中学の時に友達が考えたっていうか私と一緒に発明したんですけど、そういえば今日誕生日じゃんってLINE 来ましたよ、今日カレンダー見たら小西やったから誕生日じゃんって言っておめでとう LINE が来ました。ブログの日本語微妙やった、微妙ですか、なんかね私定型文ばっか書いてますよね、なんかとっても楽しかったです、すごく嬉しかったですとかばっかりになってしまう、29のイメージが強い、やっぱり24なんですよ、マスク取ったらかわいい、そうマスクですか、え、いいですけど多分色がないんですよ、あとしかもここにニキビがポツンとできちゃいました、なのですいません。ニキビ、いや治りかけなんですよこれ、一応テスト期間にできたものですね、嬉しかった私もです、5月24って NMB のとあるメンバーと一緒やね、
一緒、これ一緒の方いらっしゃいましたっけ。調べてみます。かわいい、絶対そんなことないよ。31日当選した、やった、会えますね。テストお疲れ、ありがとうございます。こんばんは、たるきちさん、こんばんは。そう、生活リズムちょっと変わっちゃうだけで、はい、できます。テスト期間は特にね。ちひさんとオールナイトニッポン出るぞ、おー、え、おーですよ、頑張りますね。頑張るってか、何を頑張るって感じですよね。別に配信私大好きなんで。こんばんは、こんばんは。ショールームのそうイベントのやつです。 Y 的にはやゆちゃんとあみちゃんで、やゆあみコンビですか。イエイ。すぬだらさんこんばんは。そう、ね、あ、そうだ、今日作戦会議をしようと思ってずっとできてなかったんで、今日グダるわ、ショールームが。なんでだろう、やだな。外にいるからちょっとしか見れないや。全然、また決まったことを送りますね、どっかに。そう、配信時間とか、配信時間とか、そう、なんか1日に3時間配信できるらしいんですね。1日に3時間。そう、こんばんは、ヤッホーヤッホー。高校生だから21時59分がマックス。そうなんですよ、けど大体皆さんが何時間あるなって思うのって大体10時半からとかじゃないですか、時間に余裕ができるのって。だから悔しい。31日当たった、やったー、イエーイ。8期生はあみちゃん、たおもしいいんですか。朝から頑張るみたい、やゆちゃんですか。平日、平日朝できないんですよ私。学校がね早いんですよ。そう、もう6時には起きないとさ間に合わないんですよね。どうしても戦わないといけないのは心苦しいけど、配信楽しいって前向きなあみちゃん素敵すぎる。楽しいじゃないですか。そう、なんかね順位をが分かっちゃうのはちょっと辛いんですけど、楽しませていただきます。本当に初日おめでとう、ありがとうありがとう、ようやくです、頑張ります。あみちゃんのペースで配信すればいいさ、頑張りますね。学校遠い、うんうん、遠い方。そもそも9時から10、うん、5時はショールーム起動しない。そっか、その時間多分平日配信できないか、自分は。確かに、なんか今考えてるのが、そう、今考えてるのが10時までなんで、私は配信できるのが22時の。だから、9時から22時まではの1時間は絶対、そこは毎回絶対やりたいと思ってて、そう、その前の時間どうしようかなって感じです。ちょっと待ってね、コメントも読みたいんだ。出ることに意義がある、はい、頑張ります。夏子も決まりました、いい機会増えてきて嬉しい、やった。私もです、家に帰るまでが初公演だから、はい、守りますね。家、その日はもう私はずっと初日ですね。家に帰るまでが初日です。でね、そう、こんばんはこんばんは。初日楽しみすぎて気絶してる、起きてください。私も多分初日の日気絶しそう、緊張で。他にできる時間あります、あります。あの、とりあえず9時から10時は絶対やりたいなって思ってて、で他の時間はあと2時間あるじゃないですか。そう、
で、だからその2時間は 6時から8時とかかなって思ってるんですけど、みんな忙しいですかね。忙しいかな。そうけど9時から10時は絶対確定でやります。それはね。そうやっと見れた、私のショールーム。やった。明日公演当たってしまったから31日当たらないだろうな。いい、それは泣きます。マスク美人だ、マスク美人外したら美人じゃなくなるかも。お疲れ様様、ありがとう。何々の遺言状見てる場合じゃないかな、ドラマかな。できるだけ見るからね。ありがとう。毎日バイト中見るね。いいんですか、バイト中やった、毎日バイトですか。大変だバイトね、大変だ。あ、星ありがとう。あと、とりあえず何時でも見に行きます。やった。元彼の遺言状見てる場合じゃないかな、見てる場合じゃないですね多分なんでしょうけど、両立してみるの。はい、昼方 NMB 見に、昼方、あ、NMB 可愛かった。いいえ、本当ですか、ありがとうございます。こんにちは。ラム、そう、うん、チューだ、チュー、チュー、かわいい。なんかちょっと話変わるんですけど、誕生日ね、本当に感動したんですよ私。そうだって普通に生きてていろんな人に祝ってもらうことなんかまずないじゃないですか。びっくりしましたね、こんなにたくさんの人に祝ってもらえるんだっていう、すごいですよ本当に。頑張ります。学校もあると思うけど頑張りますけど、テスト終わったから大丈夫大丈夫。関東の学生なので初公演は配信で見るね。やった、見てください。カメラ目線します。ショーマン、わず、ショーマン見に行きました。アキラ天帝からもお祝いされた？まだ会ってないです。お祝いしてもらえるかなグッドスプーンいつ行くの？私まだ行けてなくって、でとりあえず初日終わるまでは我慢しようと思ってるんですよ。初日終わってから行きたいなって思ってます。6月ぐらいになりそう。早く食べたいです食べに行きたい、みんな考えてたやつを。あ、ありがとうございます。え、そう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 、もしかして夏子あたり期末テスト、そうそう、さっき予定を見てたんですね、あの学校の予定をねでそしたらもう見事にそうでした。もうびっくりするぐらいそうでした。そう、あ、けどじゃあかぶってはないんですよ。テストと夏コンはかぶってないからいける、大丈夫なんですけど、それはけど近かった。来月の日曜日行く予定です。6月の日曜日か、日曜日だったら5日、6月の5日、この前行ったら8期の子いっぱいいた。あ、聞きましたよ、弥生さんからありがとう、ハートもありがとう。初日出演記念ってわけね。そう、31日、そう、わー、ハートいっぱい、ありがとう。愛理さん最近とても気に入ってます。本当ですか。8期の面のメニューはおすすめ？え、うん、あのね、さっきやよたんから聞いたんですけど、美味しかったって言ってました。私行けてないんです。5日か、5日、
こんばんは、アンド初めまして、カムカバーさん、こんばんは、ありがとう。八田八、八期生の八、ワンバンコ、へえ、かわいい、結婚していいですよ、空いてます。さくらちゃんのはヤンニョムチキンだった気がする。こんばんはです、こんばんは。うんね、いつか偶然会いたいね。確かに私も言ってるかもしれない、言ってるかな。そう、あのさ、一人でさ行くのさ、ちょっとさ、なんか何、同期と一緒に行こうと思っててね、いろんな人誘いまくってます今行こう、一緒に行ってみたいな。そうだから今度、今声をかけさせてもらったのはあやぴょんとほのちゃんとゆうたんには行きたいって、一緒に行きたいって言っときました。え、今日ミサヒが行ったみたいなんですか。え、知らなかった、来たかった。平日やし公園行けへんから配信で見る、ありがとう。サインに書いてく、グッドスプーンにサイン書けるんですよね、あれ書いていきたい。ああこんばんは、ありがとうございます。わあ、星も弥生制覇しよう、弥生制覇しよう。あ、一緒に全部食べるってことですか。制覇したいですよねそう、制覇したいよ。なんかおすすめ、え、けど全部美味しそうじゃないですか。アラーム、アラーム鳴った、なんかピーって鳴ってる。え、なんでなんでなんで、ちょっと待ってくださいね、一回じゃあ切ります、一回切ります。え、てかごめんなさい、ランキング読まずに変えちゃった、切っちゃった、本当に申し訳ないです、本当にすいません。ちょっとランキング読んでから切ればよかったね、ごめんなさい。復活大丈夫ですか。え、私のね変わってない、ピーってなってますか。復活、あ、ランキングそのまま大丈夫、よかった、そう、ありがとう言ってないわと。ここ私のねこの空間ピーってなってないんですよ、聞こえなくなった本当に。え、なんでなんでなんで、治った、ちょっと待ってね、充電してるから。治った、声聞こえますか。なんでだろう、声聞こえますか。あ、聞こえるし動いてる、あ、よかったよかった、ありがとうございます、よかった。なんでだろうね、バグっちゃったあ、そうなんですね、雑音なくなった。あのね、ここ一応無言なんですよ、無音なんですよ、なんででしょう、外の音、けど外も音しないのに怖いね、なんかけどお化け出るんですかね、ここ怖い怖い、心霊現象が。明日は30度になるんですか、暑っ、今日ももうすでに暑いですよね、30度。皆さんってもう半袖を着てますか。ちょっと待ってね、そう、私はもう半袖です、後ろいないです。こんばんは、復活した、よかった、もう夏ですね、私はもう半袖ですよ、半袖着て過ごしてます、そう半袖ですよね、半袖着てるな、私もなおですよ、半袖です、
ヤヨのところから来た。ヤヨタもショールームしてましたよね。さっき見てました。今日はがっつり半袖です。明日も半袖ですね。そう、作戦会議って3つ書いてあるんですけど、そろそろクーラー稼働させましょう。夏なのに、夏なに来ればいいって、そうなる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 。夏といえばライブ決まりましたね。楽しみです。しかも3日間もあるんで。そう、期間中どんな配信するの？そう、まこちゃんもぐもぐ配信ですか？いえ、私もしようとしたい。なんか、なんだろう、何がいいんだろう。なんかね、そういう食べる系もしたくって、食べる系もしたいし、なんだろう、あとは多分犬とかも出たい、出したい。メイク配信、メイク配信あり。あ、質問コーナー最高。あ、それします、それします。バビ語配信しますか？多分もう最終的に見てくれる人ゼロ人になりそう。そう、あとはなんだろうな、なんかね、バビ語講座、あ、いいですよ。ポポちゃん、ポポちゃんありですね。ポポちゃんね、いとこの家にいるからちょっとレア系なんですよ、レアキャラ。あ、私物紹介あり。またピーってなってる。挑戦、挑戦系やる。なんか、なんかのやつ、なんか、なんかチャレンジしてみましょうみたいな。俺が見るからゼロ人ではない。最高じゃないですか。味方で言ってくれるんですね。ジジって聞こえる？なんで？え、ここ本当にね、無音なんですよ。激辛ペヤング行っちゃいます？行っちゃいます。それ、辛いもの、辛いもの食べれないけど、もぐもぐ配信と、あとはなんかね、なんかやりたいのいっぱいあるんですよ。さ、もぐもぐ配信と質問返しとメイクと、え、ちょっとめっちゃ考えていっぱい、またブログ載せますね。ノイズ消えた、よかった。なんなんでしょうね、私ここ本当に音しないですよ今ここ。アバミビーカバババイビービー、ありがとう。ショボウブママノボケベンブサバンブアバリビガルバトボブ、わかった。マコチもヤヤもマスクしてないよ、ごめんなさい。練習をして、練習にちょっと来てて、ってか、そう、マスクなんですよ、申し訳ないです。家だったらマスクしないんですけどね。一人ロシアンたこ焼き、寂しい、寂しい。レイ？携帯の音？え、本当に怖い。はにゃですよ本当に。わからんね。アミちゃん初日行くよ、やったー。え、本当にちょっと今すっごい緊張してるんですけど、頑張ります。ナバニミモボババカバリビーママセベムボ、合ってる？うん、うんはね、多分ね、ババカバリビーママセベムブ、うぶブーなんですよ。うんはブーらしいですよ。え、けど合ってます、合ってます。火曜日行きます、待ってます。ちょっと本当に緊張してるんですけど、だって何バトルぶりなんですよ私は、劇場にね立つのがね。今から唐揚げ食べる、いいな、いいな。一つくれませんか、本当に欲しい。打つのもむずいですね。ヤヤのとこ行ってくる、行ってらっしゃい、また来てくださいね。追いかけ配信、あ、ありありあり。この前のジオンさんみたいになってる、なんで。
かいる？大阪行けないから配信で見る。やった、いっぱい見ますねカメラ。ちょっとね、なんか目がちっちゃくなっちゃうんですよ。もともとさ、そんなちっちゃいっていうのもあるかもしれないんですけど、カメラに映ったらね、半端なくね、ちょっとちゃんと起きてるっていうか、目開けてるはずなんですけど寝てるっていう顔になるんですよね。ちゃんと起きてるから大丈夫ですよ。ファンという味方いるから大丈夫？本当に？バビ語考えながら言うやつ、あーみたいな。こんばんは、リリポンさん、いっぱいハートありがとう。バースデーボードってもらった、まだね受け取れてないんですよ。まだもらえてないんです。早く見たいです。また写真載せます。よくわかるバビ語講座いいですよ。やりますね、火曜日行きます。ありがとう、楽しみだ。本当にドキドキしてるんですけど。イエイね、作戦会議。じゃあまた後日、今日考えて、あ、とりあえず報告するのは9時から10時は絶対やってるんで来てください。最後唐揚げ食べるから応援して。あ、最後の唐揚げ食べるから、じゃあ最後まで10回噛んで喉詰めないように食べるの頑張ってください。応援してます。唐揚げ食べるまでが食事ですよ。いや、そらそうか。聞けそうで嬉しい、楽しみ、毎日見るよ、ありがとう。そう、21時から22時は確定ですので、絶対やってるんで見てください。あのね、けど31日が怪しいんですよ。31日はできは、あの9時から10時厳しいかもしれない。ごめん、ごめんなさい、喉詰めた。喉詰めちゃった、咳込んじゃうじゃないですか。私もこの間唐揚げ棒食べました。え、超美味しいですよね。やゆちゃんと交互に見ます、ありがとう。よし、来る、来てください。やった、初日ここは絶対見てってとこ教えてほしい。初日の見てほしいとこ、ね、オープニング、オープニングのところ、あと太陽とかもね、太陽、太陽、うん、元セブン店員。私この間セブンの唐揚げ食べました、食べました、セブンの唐揚げ。あれに売ってんの。あれ、なんか変わったの。器持ってきてくれるんですか。絶対探しますてか、すぐ見つけます私。ハッピーターンの唐揚げありますよね。え、え、うん、あ、わかった、ごめん、姉ちゃん、うん、え、なんでこれ、遊びに来たよ、ありがとうございます。ひょんきちちゃん、ひょんきちちゃん、ひょんきちちゃんと、あ、当たり、すごい、誰の髪の毛でしょう。うん、そう、ここめっちゃ回やのにさ、うん、音がビーってなったりすんねんって。え、聞いてる人がってこと、うんうん、え、めっちゃ何も音聞こえた、お化けやん、あー、やばい、怖い。しゅんさんです、と、あ、ぴょんぴょんあいぴょんです、ぴょんぴょんあいぴょん。やばい、みんな髪を垂れてるから、そうですね、8期生に合格しました。はい。8期生の桜田しおんちゃんと、桜田多くない？桜田多い。でも彩香がいい彩香になった。いい彩。そう。じゃあいい網で。いい網で。お疲れ様です。お疲れ様です。え、ショールーム
久しぶり久しぶりですか。これから8期めっちゃやりますよ。はい、見てください。8期はほのちゃんとあみちゃん推しです。え私たちは私たちは7.5 期生の中で誰が推しですか。3 誰が推しなんかな。こんばんは。すごいめっちゃ来てるね、なんかイントネーション、ね、めっちゃ来てる。桜田門外って何わかんない。なんか歴史の歴史の3次系なしです。え殺人事件、怖いです。怖い。そうなんですよ。桜の問題習ったわ。習った？習った。習ってない？習ってない。え、この3人好き。イエーイ。私誰か分かります？分かりますよ。ね、スピンでこんなマスクしてて。シャーミンの歌声大好きです。歌声だけなんかな。え、全部です。弥生ちゃん、あみちゃん、弥生ちゃん推し。めっちゃ弥生ちゃん好きやな。弥生ちゃんの一人。弥生の使いが上手いんですよ。何々弥生っていう使いが上手い、ね、上手ですよね。かわいい。返信で、そう、あのブログとかマメの返信で、そう、そう、弥生が本当に使い方がもう完璧なんです。語尾の、そう、語尾ね。ごめんな、お邪魔して。え、うん、全然ありがとう。もうショールーム終わりますので、はい、順位発表します。勝手にあ、ちょっと塩さん、塩って美味しい。嘘つけ。弥生とかない弥生フォーミービギン、なんていう、ピーヨー、ピー、私、アミちゃん大好きやよ。アミちゃん大好きやよ。やよって映ってますね。なんか15分するって言ってなかった。はい、ごめんなさい。1時間やってるよな。え、マジですか。違う。え、そうそう、あのね、さっき、そう、3人で話してて、ちょっと待って、15分ちょっとショールームしてくるから待っててって言ったんですけど、また長かったね。作戦会議？作戦会議って言ってさ、うん、そう、9時から10時をやりますって言った。あ、なるほどな。そうそう。あ、今来たけど、じゃあ一旦終わりましょう。ごめんな。え、ごめんな。違う、待っててって言ったのにさ、すいません。いいやで。いや、私は。じゃあ、はい、一緒にランキングを読んでくれませんか？あみちゃん、映ってないで顔半分しか。ええ。はい、13位、はい、宝野さん。おー、12位、ありがとうございます。なお、57さん。57?57 って57、あ、失礼、よかった。11位、スネドラさん。10位、フカさん。9位、タルキチさん。8位、まっちゃんさん。7位、しんいちさん。6位、さとしさん。5位、かわちゃんのかずさん。4位、はじめましてさん。3位、ポピさん。2位、くらげさん。1位、アイリッタ。ありがとう、ありがとう。みんな、ゴムつけてる。そう、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、また送ります、ブログで。写真みたい。イエイ、あ、撮っていいですよ。イエイ。みんなマスクしてるから顔一緒。今日はこのメンツでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。またあのショールームのなんだっけ、オールナイトニッポンの、うん、さ、8期生の、うん、あれは争奪戦なんです。あ、私も出るんで、はい、よかったら。私も出たい。 ありますよ、マック。あるんですか。はい、一緒にしましょう。私も出たい。出ましょう。一緒に配信しましょう、はい、なのでまた送ります。あ、かわいい今の。ありがとうございました。バイバーイ。変わってください。見に行きます。え、見ます見ます私、うん、はい、バイバーイ。あ、ピョンってきてる。
3、2、1